さん1個目です、ありがとう。バンジャラさん、ヤスベさん、ひとりごとさん、リストありがとう。母さん、クリちゃん、てっちゃん、人間目が赤い。おはようございます。おはよう。ビール目が。おはよう。ふうさん、かわいい寝顔かっちゃん、ハートありがとうございます。おはにゃん、見てね。目が開かない事件です。これは事件です。よくぜーわい。まさひろさん、かわいい、ありがとう。くじゅうかいとかいよ、ありがとうございます。眠いね。カラコン野郎、ふうさん、ゆうくん、リスト、ありがとうございます。おはよう。はにゃん、目が黄色に、アリサは全部黄色に見える。全部が黄色だ。感謝はくだすよ。ありがとうございます。今日の13時までね、受付中の。じゃん、 SU48 6枚目シングルのお話し会、今日の13時まででございます。おすすめ日は2つあるんですけど、監視枠をね、1つでも出したくて、5月5日にね、特に5月5日を特におすすめにしました。今日の13時までで B 期間が終わってしまうので、皆さんよかったら峰推しアリサとお話ししに来てください。5月5日が特におすすめです。それ以外の日もいっぱいあるんですけども、この B 期間がね、終わるまでに監視枠を増やしたくて、5月5日を特におすすめしてるので、よかったら遊びに来ていてください。よろしくお願いします。加入。目が赤でいい。全集中で追加したよ、ありがとう。5月号出たらいいな。
がとう皆さん。またいっぱい話せるのは楽しいです。写真も撮りたいので、ツーショット写真が撮りたいのでね、感謝くれますように。ひよたんたん、花束ありがとう。5時半起きしたの早っ。サインもらうわ。あ、サイン会もねあるので、ぜひぜひ。ゴールデンウィークだから。そうなんね、ゴールデンウィークの連休だからね。これはぜひぜひ、ゴールデンウィークの1時間目、3時間目、4時間目、皆さんの都合のいい日に、都合のいいお時間でぜひぜひお話ししませんか。よろしくお願いします。 TG マー君、ハートありがとう。お楽しみな服を着てるので、ツーショット写真会が出たら絶対に思い出に残るようなもう決めました。ここのお楽しみの服はもう決定です。そう、子供の日なんですけどね、幼稚園とか幼稚園児とかではなく、赤ちゃんのやつとかでもなく、そう来たかって感じのコスプレに決めました。かわいいぞ。おはようございます。他の予定はとりあえず申し込んでから考える。ありがとう、ゆうぼさん、本当に感謝してます。ありがとう。何をするかは秘密なんですけど、もう決めたやん。うん、ジジマー君だよ、ありがとう。ビームビビビビーム。そうだ、葵ちゃんの誕生日だ今日は。ハッピーバースデー。葵ちゃんがもう二十歳の大人になってしまった。時の流れは早いですね。このメガネ、なんでもこんな前が見えないんやろ。こんちょまま、5月ご追加したよ、ありがとう。しょうがねえな。おぉとしやすさん来てくれるの超楽しみにしています。嬉しい。葵ちゃん二十歳だね今日ね。お知らせもあるということで、6時やったっけ、6時とかにお知らせがあるらしいので、楽しみに待ちましょう。JY アリサの日って何？どういうこと？ねえ、カウントダウンめっちゃ100日ぐらいから始まってね、そうめっちゃまだまだやなって思ってたら、もうあっという間に来たね。トシヤさん、それはすいない、順番じゃ。今日
の18時に発表するのでね、葵ちゃん、いい発表でだと思うんですけどね、あれは。ぜひ楽しみに待ちましょう。ボール投げいや、リモートで、リモートできるよ。そんなのオンラインなんて何でもできるぞ。ボールも投げれるし、なんなら本当にボールを持って本物のやつスマホの画面に向かって投げたらやばい、割れちゃう、割れちゃうね。ちょっとかわしてもらったらね、本物だって投げれる。何言ってんねん、バットだって振れる、パコーン。今日なんか寒くない？え、寒いよ毎日。毎日寒いよ、だってもうついてるもん、普通に暖房つけてますよ。ワン、かわいいロニーがね、寝てます、私のベッドで。ロニーちゃん、ロニーちゃん、ベッドで寝てます。オンライン野球ボールオンラインキャッチボールもできる、何でもできちゃう、オンラインってすごい。ガサゴソはロニーで、下では吠えてるの、チャウィーくん。めんこ先生、だるまありがとう。スキピ、今日の13時まででね、本当に本当にあの B 期間の受付が終わってしまうので、もうね、後回しにしてた方はもう今がチャンスでございます。もうね、もう考えてる余裕はないですよ。今日の13時までで終わってしまいます。ぜひぜひアリサのお話し会に行こうって思ってくださってる皆さん、5月5日がおすすめです。5月5日がおすすめです。そらそらチョピさん来てくれるんだい、オンラインデビューしてくれる。オンラインお話し会になってから全然話せてないけど、ビエ、オンラインデビューしてま、してくれますか。握手会の頃は行ってたけど、オンラインになってからまだ行ってないっていう、オンラインデビューをしない方はぜひもうこの機会に、5月5日のところがすごくおすすめなので、5月5日の日ポチポチしてオンラインデビューしませんか。みんなオンラインデビューしちゃおう。オンラインお話し派の人もいるから、確かにね、オンラインお話し派の人もいる。ドキそこのドキってしている、あなた、そこのあなたも。みんなオンラインデビューしましょう。5月5日おすすめです。
ぜひお待ちしています。今日の13時まで受付中です。感謝枠が出ますようにお祈りします。パンジャラさんハートありがとう。ツイッターにも昨日動画付きで載せたのでね、よかったら拡散してくださいめっちゃ難しかったやから。そう、ニヤってしたらね止まるんよ、動画が、動画撮影しそうのが止まる。ゲームやりながらやっててだからめっちゃ真顔でから口角を一回も上げずに ST46 枚目シングルお話聞い明日の13時までですじゃあ喋ってた。魂抜かれないか心配でき、どういうこと、なんでよ塩小路さんにはねこのお話し会で歌の特訓をしてもらわないといけないのでね、ぜひぜひぜひ5月5日がおすすめだよ。もう限られた時間の中で歌の特訓をしましょうもうお水となんだ喉飴と思って準備したくない、楽しみにしている。あ、ではそろそろこちらのギフトを読みたいと思いますじゃじゃん、パンジュラモンスターさん、宮古先生、ジージーマー君、ヒロタンタン、デブニャン、フーさん、ソイチローさん、ユウくん、カラコン野郎、マサヒロさん、ニャガワカッちゃん、フーさん、テッちゃん、クリちゃん、母さん、ひとりごとさん、パンジュラさん、ヤスベイさん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位サイドケイさん、12位ヒゲのマサさん、11位テッちゃん、10位カンちゃん、9位ひとりごとさん、8位フーさん、7位ひでじろうさん、6位ゆうぼうさん、5位そいちろうさん、4位ビッグウェブさん、3位バンジュラモンスターさん、2位キズナックさん、そして1位はヤスベイさんです。ありがとうございます。よし、今日も頑張っていきましょう。今日からか、今日からも今週も頑張っていきましょう。じゃあ最後に可愛い子をお見せしますね。じゃじゃん、せーの、ぽん、にゃー、かわいい。おはようございます。寝起きドッキリの時間です。ラニーさん、ぜひぜひ、ST48 枚目シングル個別お話し会、本日の13時まで受付中です。ミニオシアリサちゃんのおすすめ日は5月5日だよ。7月3日の浴衣の日もおすすめだよ。ぜひ今日の1時までです。みんな今すぐキャラにへゴー。みんなポチポチしてね、いっぱいお話ししようねラニーも待ってるよ。ではみんなバイバイ、頑張ってきてください。今日もそれではバイバイ、また夕方、バイバイ。